ある日チョコの中ミルクに出会った、とろけるチョコの中、ああミルクの仕業。タラタラタダース、森永12秒ダースレビューチャレンジ。ミルクへのこだわり、確かに濃厚なので分かります、感じます。確かになんか分厚い、なんか大きくなった気がちゃんとします。見ても分かるかも。いただきますうん、やっぱ濃厚です。すごい濃厚だし、ミルクへのこだわりって言ってるだけあるなって感じです。偉そうになっちゃったダースのミルクは優しくとろけて、あのまろやかなあの感じで口になんかすごい広がってあれダメですか今の終わりですか、もう一回やってもいいですか。ダースのミルクは優しくとろけてコクを感じるまろやかな甘さが口いっぱいに広がります。ミルクへのこだわりを味わってもらうために、なんと粒が大きくなったんです。ちなみにデザインもおしゃれになってます。さらにおいいいと思ったんだけどな、大失敗この美味しさはミルクの仕業、お試しあれ。